こんにちは、タムです。今回なんですけども、ビビアンの周回編成パーティーを紹介したいと思います。パーティーはセレナーデ2の、アドリン2です。で、身は三道劇に、で、もう一体のセレナーデに平明照明即必殺で、一体だけアドリンに身についてるんですけども、一体には遊撃エールをつけております。で、ここはね、ゲージ外しでやっております。僕ね、これ運用、ガチャゲン4でやるパーティーやるやつかなと思ってたんですけども、運極を4体入れるタイプでしたね、これ。はい。で、このアドリン編成しているんですけども、これエーテル流がこのトライアングルボム、これがね、結構雑魚種類とかに結構強かったです。はい。で、それのコピー枠のセレナーデ2体ですね。個人的なんですけども、最初アドリン4でやっていたんですけども、セレナーデの、貫通タイプのキャラクターを2体編成した方が個人的には安定しました、これ。はい。なので、セレナーデ2体編成しております。ここもすごいめんどくさいステージなんですけども、なんかね、ここだけね、結構ね、スキップしてくれる確率が高かったです。で、次ですね。はい、雑魚処理して、ここはなんかアドリンで友情を出していくっていう感じですね。あとアドリンにアンチブロックついてるんで、結構ね、適当に弾いちゃっても結構効果力出せるんで、アドリンはおすすめです。多分ここだとアドリンが一番強いんじゃないかなって思います。運枠だと普通に光の冒険戦のキャラクター強いっすね。確かワイヤードじゃねえわ、火のやつもあるんですけども、ワイバーンか、ワイバーンも確かイクシャーベが一番強いと思うんで、結構光の冒険戦の運枠がやっぱ強いですよね。例えばキングクロッチもセレナーデ、セレナーちゃんはトレノバ4だったりもう早かったんで、結構光の冒険戦のキャラクターがここでまた活躍してきましたね。ディッシュもディッシュでディビジョンで適正もらいましたし、結構やっぱ光の冒険戦のキャラクター強いですね。もうほとんど喋ることないから、正直このクエスト解説動画なのか分かんないけど、この上の乙姫だっけ、この乙姫に挟まろうとできようと思うじゃないですか。これできないんですよね。なんか抜けてしまうんですよね、これアドリンで。これ挟まりに行ったり何度もしたんですけども、これなんでか知らないですけども、挟めなかったです。弾き方が悪かったのかな。はい。こんな感じで削っていきますよと。やっぱこのトライアングルボムめちゃくちゃ強いな。こんな感じで周回していました。もしかしたらね、もっといいキャラクターいると思うんですけども、そういうのあるよって思う方はなんかコメント欄のところで残してください。ちょっと参考にしてみたいです。それではありがとうございました。バイバイ。
最悪を。